皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが1日遅れで水曜日に配信した、火曜日恒例の予言を数回にわたってご紹介します。今回はカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年8月16日の予言。真実とともに、麗しき友人の皆様、本日皆様と過ごせることを心から幸せだと思っています。この素晴らしい8月16日を満喫していることを願っています。しかし今世界はとても狂った状況にあり、先週からどれだけ気違いじみた出来事が起きてきたでしょうか。本当に私たちは黙示録の時代を生きていることをまざまざと見せつけられています。先週皆様に街全体が建物も含めて炎に包まれるとお伝えしましたが、まさにその惨事がハワイで起きてしまいました。本当にアメリカの歴史で最悪の壊滅的な状況となっています。100名を超える方々が犠牲となり、まだ被害の実情は隠蔽されています。先週その原因が何なのかをスピリットは見せてくれましたが、先週お伝えしたビジョンが本当に今回の出来事と結びついているのでしょうか。間違いなくこのことについて語る日が来るでしょう。アラスカが以前予言したお話と完璧なまでに一致するのを見ることになるでしょう。アラスカが次の大惨事のターゲットになるのでしょうか。マウイを突然襲った破滅的な状況が訪れるのでしょうか。アラスカだけでなくカリフォルニア、キューバそしてニュージーランドについて本日警告をお伝えすることになります。このタイミングでマスコミはペルーで宇宙人による誘拐事件が起きたと報道しました。ペルーの原住民の人たちがさらわれたなどという陰謀論を皆様は信じますか？地底人や宇宙人などのお話に真実の光を当てていきます。このことを見過ごしたくはないでしょう。先週の動画でも宇宙人を使った闇側の目的や飛行機の中で騒ぐ女性についてお話ししましたが、そのことについて本日もお話しします。以前指導者の暗殺についてお伝えしましたが、それは政治的指導者だけでなく企業経営者とその取り巻きも含まれます。グローバリストに従わない人たちは消されるリスクがあり、エクアドルでは大統領選挙に絡み2つの暗殺事件が起こりました。その国では3日間喪に服すこととなりましたが、スピリットによれば今年中にもっとそのような事態が発生するそうです。それが一体誰の身に降りかかるのか大体想像できます。以前キノコ雲が吹き上がると予言しましたが、そのような事態が先週ロシアで発生し、あらゆる戦争や対立は悲しい結果をもたらします。では先週のロシアでの一件で私が予言したキノコ雲のイベントは終わるのでしょうか？それともまだこれからも起こるのでしょうか？多分もっと大きな爆発がやってきます。これは生物工学のお話になりますが、ダニに対するアレルギーが発生しています。それは実際のダニから作られていますが、遺伝子組み換えが施されており、ライム病にかかったダニだと非難されています。メリーランドかどこかの研究所から漏れたとも言われています。衝撃的で気味の悪いニュースですが、このことも含めて問題が起これば気候変動のせいにします。今回は78回目の火曜日の定例予言をお届けします。真実の予言と信託をお知りになりたければこのチャンネルをご覧ください。私はジョセフ・ティテル。皆様のご支援に心から感謝します。この無料のコンテンツをお届けできるのもひとえに皆様のおかげです。ハワイの惨事について私たちは犠牲になった方々に心より哀悼の意を捧げましょう。そして世界中で起きている山火事の犠牲者に対しても祈りを捧げましょう。今山火事はシベリア、カナダ、イタリア、ギリシャなどとても多くの場所で起きています。ハワイでは奇妙なことに複数の火事が一度に起きました。ハワイには80以上ものサイレンが設置されているにもかかわらず、
非常サイレンが作動せず誰にも警報が届きませんでした。津波や山火事の時に稼働するはずでしたが、ならないまま人々は荒れ狂う火炎を避けるために海に飛び込んだのです。多くの方々が何も気づかないまま犠牲になりました。不思議なことにペプシコでマウンテンリューのキャンペーンが行われており、これは陰謀論でも何でもなく、そのキャンペーンはマウイの爆発と呼ばれていました。マウイの人たちは口を揃えてメディアは事実を隠蔽していると訴えています。この惨状がどれだけ大規模でひどいものなのか、何人が犠牲になったのか、実際の犠牲者の数は公表されている数の何倍にもなります。どうかハワイの友人の方々にはコメント欄で真実を教えていただきたいです。先週の配信でお伝えしたスピリットに見せられたビジョンでは、もちろん解釈が必要ですが、大惨事が起き、まるで80年代にフィラデルフィアで起きた惨事を思い出させるものでした。この時は市長が活動家の家に爆弾を仕掛け、その区画全体を爆破したのです。スピリットが見せたのはまさにこの時のように炎が街全体を覆い尽くすビジョンでした。そのことをお伝えした直後にハワイでの惨事が起きたのです。スピリットは今回の事件も80年代にフィラデルフィアで起きたことと似ており、人為的な火事だったと言いたいのでしょう。このことから今回の火事は政府か州の高官によって引き起こされたであろうことが想像できます。フィラデルフィアの爆破が市長の謀略であったようにです。かなり前から私の予言ではハワイとアラスカに警告を発してきました。それはこの二つの場所が攻撃されるというもので、前々から真珠湾攻撃のような事態が起こるとスピリットは警告してきました。現代は新たな技術もあり、闇側は様々な手段を用いてきます。気候変動の話一つとっても、以前から気象が様々な口実として使われるとお伝えしています。それが新たなロックダウンとなり人々を統制しようとします。ニュースではハリケーンからの強風で一気に火が燃え広がったと言っていますが、私たちはすでに政府が気象操作をできることを知っています。地震でさえも最近内部告発があり、去年のクライストチャーチでの地震でその装置が使われ、南極にも設置されているそうです。そのような告発者を嘘つき呼ばわりして事実を隠蔽しようとしますが、もうそんなことで私たちはごまかされません。以前から気候変動や新たなタイプの攻撃がなされるとお伝えしてきましたが、このような攻撃が今世界中で実施されており、そうやって人々から土地を奪うつもりでしょう。ハワイの土地をできるだけ多く奪いたいのです。そこに15分都市が作られても別に驚くお話ではなく、そこを足がかりに世界中に展開するつもりです。闇側の言う通り、そこでの生活はレンタルが中心となり、何も所有しないことで人々は幸せになる世界にするでしょう。大手ハイテク企業がマウイ地区を再開発する計画があり、被災地に新たに特殊な住宅を建てて移民で埋め尽くす事態となっても驚くことはありません。スピリットによればこのような攻撃はまだ続き、別の場所でも火災が起こるそうです。いかがでしょうか。ハワイでの火事については SNS で大騒ぎになっていますね。炭化した犬や溶けたアルミニウム、無傷のまま残った豪邸など疑わしいというよりはもうわざととしか思えません。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。